様、ひどいです。キャーキャーキャーキャちなみに今の威力は1万分の1なんですって。兄様、悪役みたい。いい天気だね。おはよう、さっちゃん。おはよう、くるみちゃん。ユーマする。はいはい。はいはい。くるみちゃん、ノリが悪い。ユンユン、今日は具合はいいの？ユンはいつでも元気全開だよ。昨日は調子悪かったみたいだけど。ああ、あれ大丈夫大丈夫。ねえねえ、それより今朝かわいい子猫見つけちゃった。はあ、別に子猫なんか珍しくないでしょ。あんまりかわいらしかったから持ってきちゃったよ。はあ、あはは、嘘嘘、冗談。あんたね、言っていいことと悪いことが。特にあんたの場合、冗談に。
やあねえ、むつみくんたら、空耳よ。そうだよね、まさか。にゃおーゆんゆんたら、冗談が過ぎるってば。でしょでしょ、かわいいっしょ。何言ってんのよ、飼い猫じゃないみたいだし、どうするつもりなのよ、一体。え、どうするつもりって、かわいいし。あんたね、こんなの連れてきて一体誰が飼うっていうのよ。だってこんなに可愛いよ。そんなの関係ないでしょ、誰が飼うのよ。あんたが飼いなさいよ。うちはアパートだもん、無理だよ。それでなくてもいろんなものがあるし。だったら連れてくるな。うわ、コロミちゃんの冷血女。炎天下の中で段ボールの中に入ってる子猫ちゃんの気持ちがわからないかにゃ。何を？シャー！ぐるるるる。私が引き受けよっか？え、サーちゃん引き受けてくれるの？家は一戸建て？庭付き？犬はいない？おひげ切って遊んだりしない？額に肉って書かない？書かないよ。本当？ありがとう。嬉しいよ。そこって？なんでむっちゃんがそのことを知ってるの？
好き？そっか、よかった。あたしも好きだよ。みんな可愛いものね。でも、イルカさんも好きだな。本当は海に浮かんでるクジラさんも好きだけど、なかなか見る機会がないから。一緒に行ってくれるの？
何？どうしたの？ブーン、むつみ殿は冷たいであります。そうちゃん、もっくん、こうちゃん、ろっくん、かんた。ほら、新入りを紹介するね。仲良くするんだよ。行きなさい。う
しょっぱいね。ちょっと、むつみくん、早く答えを教えなさいよ。何先生みたいなこと言ってるのよ。ほら、早くしないと次に当たっちゃうじゃないの。あんた、何寝ぼけたこと言ってんの？答え一つでそんなにゲットしようなんて、理不尽すぎるわよ。ああ、旦那様、せめて焼きそばパンとカレーパンだけにして